日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。えー、今月6月はジューンブライドと言いますね。はいうん、そこで今週は令和の結婚式事情というテーマでお送りしております。最終日の今日は衣装。 はい、新郎新婦が着る衣装について、やっぱりそのドレスって花ですよね。そうですよね。うん、もう一番自分を素敵に見せてくれるドレスを選びたいですよね。そうそうそうねじゃあ、今はどんなものが流行しているのか、はい、福岡市博多区三ノ島にあります菓子衣装店レイジーシンデレラの店長工藤玲さんに私と水木さんとでね、はい録音機持って取材に行ってまいりました。はい、まずは新婦の 純白のウェディングドレスについてですレイジーシンデレラさんではドレスどのくらい そしてどんなドレスを扱ってるんですかドレスは和装と、えー、ウェディングドレスカラードレスタキシードと合わせて1000着以上店舗に取り揃えておりますでドレスの特徴としましてはあのトレンドのドレスやったり海外のインポートドレスとオリジナルでドレスを作ってますのでオリジナルのドレスをあのメインで取り揃えておりますさて 我々は今純白のウエディングドレスに囲まれてる感じですけどもいろんなデザインありますねいや本当にうっとりしますね、うん、その中で、まあ、今のトレンド人気のものってどういういデザインなんですか写真映え SNS 映えするドレスがやっぱり一番人気になります こちらのドレスはオーバードレスにグリッターとかですねあとビージング加工がされててすごくキラキラと輝く素材になってるのをこう脱ぐとすごくシンプルなドレスになります,すなのでツーウェイタイプなので例えば披露宴ではこの上のオーバースカートを着てでチャペルの時はシンプルに着ていただける、まあ、1着で2度楽しめるドレスになります 上に重ねているものは本当にビーズがキラキラ光っていてゴージャスなんですけど、うん、中のドレスは至ってシンプル全然違った表情が見せられますすね、はい、そうなんで,すよ<ー>で、ま、た、肩の部分がパフスリーブというか長袖の部分が今流行りのちょっとこう韓国ウェディングのような素材になっていますのでこういったところも今のトレンドをすごく表現しているドレスになります。 韓国ウエディングっていうのはさ具体的にはどんな特徴なんですか写真映えすることと<ぁ>ゴージャスなドレスがすごく流行っていますうこういうビーズのデザインのことをビージングっていうんですねそうですね <laughs> ビージングです 後ろもしっかりと長いので会場にもすごく映えますしチャペルでこちらを着ていただく際にもトレーンが長いので参列している皆様にもすごくこう写真映えできるのでたくさん写真撮っていただけるドレースになります、うん。うん、他に何かかありますかね、うん わまた綺麗プリンセスのようなふんわり広がったドレスですね,ですねこちらのドレスはボリュームがすごくありますので先ほどのスレンダードレスとは違ってスカートからふんわりとするデザインになっていますこういったドレスもすごく今人気でスカートにボリュームがあるとより花嫁様のスタイルがよく見えますのでウエストがキュッとしまってスカートにボリュームがあるとやっぱりそれだけで花嫁様もこう写真撮った時に より美しく見えますので、こういったドレスはすごく人気です。ということでね、はい、ビーズが細かく施されて素敵なデザインになっていたりとか、形そのものが綺麗だったりとか、いろいろ良かったですよね、はい。そうですね。やっぱりこうキーワードは韓国風っていうね。やっぱりその影響ってドレスにも来てるんですね。ね<ー>こういうウェディングドレスにもね。はい、さあ純白の次は。 装いも新たにお色直しということでカラードレスを見てまいりました意外な色が人気だったんですびっくりさてカラードレスのフロアにやってまいりましたけどまあ色とりどりね本当、ね、華やかですね何色あるんだろうカラードレスの今のトレンドってどんなものなんですか店舗で一番人気であるドレスはこちらのブラックドレスになります ちょっと待ってくださいよ結婚式に黒ってなかなかね,えねえできれば避けたい色味だと思うんですけどやっぱブラックドレスを結婚式で着られる方もいらっしゃいますし、うん、あとは撮影前撮りとかで着られる方もいらっしゃいますので、うんうん、黒は SNS がすごい流行ってるのでそれを見てトレンドを知った花嫁様がブラックドレスを求めてご来店される方も多く。 確かにフォーマルな色ではあるんですけれどもね花嫁さんが着るっていうのが私世代からは考えられないんですけどやっぱ着ると黒はやっぱ女性をやっぱ一番綺麗にさせる色味でもあると思うので<ー>あの花嫁様の美しさはブラックドレスで引き立たせることはすごいかっこいいなって思いますマーメイドタイプのものもあるんですね カラードレスでマーメイドっていうのもすごく珍しいですし、うん、で、色味がまたブラックっていうのがまたさらに珍しいので。うん、ちょっと個性的な感じがいいなとか、まあ、自分。 をより引き立たせたいなって方はマーメイドでブラックを選ばれる方が多くいいらっしゃいます合わせるアクセサリーなどもねすごくこだわりたくなりますよね結構、髪型は割とシンプルにされて、まあ、持つブーケとかを真っ赤なバラとかを持ったりとか、うん、真っ白なバラを持ったりとかして小物でインパクトを添えることができるのもやっぱブラックドレスの特徴かなと思います。こういうい黒のドレスは人気になっ た影響っててどこかから来てるんですかねやっぱり韓国ですかね、ここもに今の,あの若い方は、韓国のトレンドのものであったり、文化だったりとか、あとカルチャーとかが結構見てらっしゃったりとか、あとは音楽とかも結構聞いてますので、うん、そういったところでドレスが流行ったりとかしてるのかなと、私は思います、うん、びっくりしましたよね、黒のドレスってね。ね 黒のカクテルドレス、うん。ねえ。ただ、あの、実際見てみると、なんか素敵ですしね。そう、シックでね、うん、ちょっと落ち着いた大人っぽいイメージが演出できますよね。ねうん、まあ当然、青とか赤とか黄色とかいろんなカラードレスもあるんですけどもね、今はその黒も人気だということです。はい、あと、あの、ご両親、 両家のご両親に、あの、事前に言っておいた方がいいっていうね。<laughs> う黒きますっていうことね。じゃないと当日驚かれるっていうね。<laughs> そうですよね。さあ、そして、男性の皆さん、お待たせしました。はい、新郎のタキシードドレスも、あ、タキドレスじゃない。<laughs> タキシードも見てきました。<laughs> <laughs> なんか僕らの頃と比べると色もデザインも豊富ですねクラシックなタキシードからカジュアルなタキシードまで多く取り揃えていると思いますこう見るとグリーン系のものとかベージュですか、はい、そういった色味もあったりチェック柄、ね、あれ結婚式で着るんですよね <laughs> 結婚式で着られたり前撮りのお衣装で着られたりしますね 最近のトレンドはですね、あの、浜辺とか、あと海岸とかでロケーション撮影をされる方が多いんですけれども、なた海岸とかがすごく。 はやってまして砂丘がね長いと思ってねそうですそうです結構県外からもお越しになる方が多くてうん、うん、その名田海岸で撮りたいという方が、はいうん、そういった方には色味の明るいベージュカラーのタキシードが人気ですもう<ー>自然美しい自然の風景に溶け込むような感じでねううで男性の衣装選びは後回しにされがちなんですけれども タキシード選び衣性版。一番最初にやっぱり確認するのはこう日頃スーツを着ていらっしゃるかお仕事ででよくネイビーとかブラウン系のタキシードはあの日頃のスーツとかぶってしまうとやっぱり結婚式の特別感がなくなってしまうので日頃着ないようなお色味だったりとか、うん、お好きなお色味っていうのを確認するようにはしておりますちなみに 男性の衣装選びが後回しになる傾向は、今も変わらないんですか <laughs> 花嫁様のドレスが決まってからあの、そのカラードレスのお色味に合わせてご案内するので、<laughs> うん、どうしても順番は後になりますね。そねうん、田畑さんそれは未来ですよです、ね、変わること、変わらないこと、ありますね。<laughs> ということでね。はい、ただ、あのし、なんて言うんでしょうね。展示数もすごく増えてるなーという印象を出したし、あの、幅のある中から選べるっていうのはいいなと思いましたね。そうですね,ね。はい。で、今は、あのー、まあ、あ 昨日はあのウェディングフォトについてお伝えしましたけどもその衣装を着てロケーション撮影外で撮ることも多いんですが、ええ、福岡市東区の那た海岸で撮影するって方も多いみたいですねねえ那珂海岸って本当にねロケーションとしては異国の地で撮ってるようなねう素敵な写真が撮れますよねはいということで今日はですね令和の結婚式事情衣装について注目しました福岡市博多区美濃島にある菓子衣装店レイジーシンデレラの店長工藤玲さんにお話伺いましたここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージック YouTube ミュージックいずれかのアプリをご利用くださいこれからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。